山纵横，云涛飞流，多少豪杰壮志未酬，江东巨浪淘尽多少悲愁，天下英雄世事造就，风雨人生为梦想奔走，高处寒意不是谁ようにお戻りください。お前聞こえるか？殿下、天下が大いに乱れ国が倒れそうなのにこのまま傍観しているのですか？もし殿下がご両親とご兄弟が長江に殺された恨みや先帝にあれほど深く愛されたことをお忘れならそのまま振りをお続けください。この豆の声が聞こえないんだろう。お前の声も聞こえない。殿下、陛下の甥として戻らなくても小貝様にはお会いになるべきです。あの方にはもう無理です。殿下お願いです。本当に聞こえないのか？成長しながら泣くんだ。私は分かっている分かっていると声がする。私にも聞こえました。おう、聞こえたか。なら考えよう。え、お前騙してるんだろう。分かってるぞ。な、返してくれたら一緒に戻る。約束ですよ。ああ約束する。うん。さあ殿下、お召し替えを。咸陽に行って種まきするぞ。咸陽に行って種まきするぞ。咸陽に行って種まきするぞ。種まきするぞ。そうです、殿下は種をまいて失ったすべてを収穫し取り戻すのです。咸陽に行って種まきするぞ。咸陽に行って種まきするぞ。咸陽に行って種まきするぞ。ここしばらく廃校には漢の領土を取り戻すのにお時間を割いていただき漢王に代わって感謝いたします。しかし廃校の目下の急務は西に進むことではないのですか？いえ、今の俺の目下の急務は長領殿に残ってもらうことです。とどまる気はどうです、長領殿？廃校のご好意には感謝します。ただただ何ですか、長領殿。知っての通り俺も仲間たちも元は農民だ。計略も知らないし戦術もよくわからない。長領殿がいれば鬼に金棒、軍に怖いものなどなくなる。私は漢王の臣下です。ですから。そのことなら心配ない。俺から話します。明日漢王様がいらっしゃる。でもその前に長領殿の気持ちを知りたい。許されたらここにいてくれるか？
喜んで残りましょう。よし、許しが出たらここに残る、許しが得られなかったら関王様と一緒に行く。これでどうだ。はい。どうぞどうぞどうぞ、神座へお座りください。神座は廃校の席だ。お気になさらず。そんなおこがましい。そこにお座りください。まあ、さあそこまで言われるならどうぞ。はあ、持ってこい。花王様、これは廃校。そなたはよくやってくれた。配下の者たちもこれほどとは。こんなに早く艦のために町を奪還してくれた。心ばかりだが感謝の品だ。どうか受け取ってくれ。艦王様、仲間たちを代表しお気持ちはありがたくお受けいたします。いやただ我々はご存知の通り戦に明け暮れているので、このようなものは持ち歩けません。今は役に立ちません。どうか関王様がお持ち帰りください。まあ慌てるな。他にも持ってきた。そなたの大好きなものだ。何です？女だ。関の美女たちだよ。それからまだある。酒なら断らないだろう。それは良いですね。酒なら受け取ってくれるか。もちろんお受けいたします。関王様、ん、せっかくですから私も贈り物をしたいと思います。ほう、一体何だ。妖敵の地をお送りしたい。確か関王様はかつての都妖敵の奪還をお望みとか。私がその妖敵を攻め落とし関王様にお送りします。ありがたい。まことか。ええ、もちろんです。廃校、本当にそうなれば廃校の素晴らしい計らいに艦の民は大いに感謝するであろう。ただし一つだけ条件がございます。なんだ。何でも言うがよい。人を貸してほしいのです。人を。一人と言わず十人でも構わん。そうですか。誰だ。長領殿です。ハハハハハハ。冗談ではあるまいな。あ、え、それでいいのか。ええ、後できちんとお返しいたします。いや、何を言う。差し上げる。返さずともよい。それはありがたい。感謝いたします。よいよい、長領よ。安心して廃校と西へ向かえ。しかと廃校にお仕えするのだぞ。はい。あんな横柄な態度の関王にさらに手を貸してやるなんて。ああ、廃校は何を考えているのやら。今は儒学者の帽子に小便をした頃とは違うのだ。え、どういう意味です。廃校は時間を浪費したくないのだ。関王を妖敵に追いやり小国の君主になる夢を見させる。我々の目標は関陽と秦王の王冠だ。妖敵一つで長領殿が手に入ればおいしい取引だろ。長領は海宝郊外から南下させた軍を時に分散し時に集結させ、いとも簡単にかつての関の地を攻め落としていった。しかし劉邦配下の将軍たちは我慢の限界に達していた。長領が時間を浪費していると思えたのだ。関中への一番乗りを争っている時に足踏み状態を続けているのが許せなかった。数ヶ月経っても関中は依然として遥か遠くにあった。そしてついに
くすぶっていた内部の不満が表面化し始めた。船はあと何艘足りぬ？少佐はほぼ揃いました。ほぼとは何だ？あと2割です。2割だな。いいか、三時の猶予を与える。すぐに用意せよ。さもなくば釣りに問う。おい長殿、船の催促だな。大丈夫、三時後には必ず用意してみせる。本当に律儀ですね。なんだと？いえ、伝令で来ました。今日は川を渡りません。渡らないだと？はい。よかった、明日渡るなら十分余裕がある。明日も川を渡りません。ではどこへ？長領の命で本隊は東北方向へ急行します。東北方向に急行？なぜだ？さあ、誰も知りません。あの人は指揮しながら考え、考えながら進むので誰にも分かりません。少様、少様、早く来てください。なんだ？反海が起こって加工兵たちが必死で止めてます。長領将軍が原因か？そうです、もう戦など無理です。知恵を貸してください。あの人に兵の指揮なんて無理なんです。滅多なことを言うな。長領将軍は廃校が信頼する人物だ。廃校にだって言いますよ。長領に指揮をさせないでくれと進言してください。このままじゃ軍の指揮が乱れます。その通りです。兵を指揮するのが長領将軍の役目だ。お前たちの役目は戦うこと、私の役目は馬や食料の管理をすることだ。お前たち皆で廃校のところへ行き、事情をはっきり説明しろ。いいな、廃校が答えをくれるだろう。長たちは不満を募らせていた。しかしそれでも長領の指揮に従って戦い、白馬を攻め落とした。お前から話せ。俺が？お前からだぞ。いいな。ほら行くぞ。何をごちゃごちゃ言ってる、入れ。ハイコ、ハイコ、ハイコ。どうした？まあ座れ、早く座れよ。まったく、なんだ、言え。ハイコ、どうしてもハイコに言っておきたいことがあります。長領将軍のことなのですが。長領殿の？言ってみろ。廃校、廃下の将たちは長年の間廃校に付き従い戦ってきました。俺たちは役に立ってますよね。うん。でも長領将軍が軍の指揮を取っていると、俺たちはその考え方が分からず振り回されてばかりいます。戸惑いながら命令に従うだけです。俺たちは毎日何をすればいいか分からず、仲間たちも不満を募らせています。周没はどうだ？確かに優れた策士です。ですが決して優れた指揮官じゃありません。少様の才覚は誰もが認めるものです。その少様もどうしたらいいか分からなくなっています。おい、言うんだ。我慢してるんです。出ないと罵っちまいそうだから。構わない、したけりゃすればよい。じゃあ言いますよ。言え。変更が多すぎます。俺がこっちで戦って、もうすぐ攻め落とせるってところで今度はあっちで戦えと命令する。それであっちが攻め落とせそうになるとまたこっちへ戻されるんです。兵たちは行ったり来たりで疲れ切ってみんなクタクタになっています。おとりをやらされているのは分かってます。だけどもみんな何が何だか分からなくなって。今の話を将殿にしたんだろ。
何と言ってた。ショア殿が言うには、おう長領殿、皆下がれ。はいはい。では、長領殿、さあどうぞ。はい、こっちへ。我々の軍は白馬を下し、西へ向かって大きく前進しました。これは大きな勝利です。はい、さあかけて。はい、ん、白馬を攻め落とし、将様もお喜びでしょう。私も攻められずに済む。なぜそんなことを気にする。将殿は両末のことで常に頭を悩ませています。今も調達のことで大わらわです。勝ったことですし、私から廃校にお話ししたいことがあります。何です？廃校に兵の指揮権をお返しします。指揮権を返す？なぜそんなことを。廃校、私は後方で作戦を練る参謀としてなら、様々な計略を自在に操ることができます。ですが、兵を統率するという点においては間違いなく力不足だと思います。廃校もすでにお耳にされているでしょう。ですから、大業を成すため指揮権はお返しします。これからは参謀として廃校のために策を献じます。よく考えて決めたことか。熟考の上での決断です。決心は固い。はい、分かった。検討しよう。恐れ入ります。では策士として次はどうすべきでしょうか。廃校、次は南下し南陽を攻めるべきです。南へ？はい。西へ急ぐべき我々がなぜ南下するんだ。それでは先に項羽が漢中に入ってしまうのでは。廃校、問題は時間ではありません。考えてください。今最も必要なもの、食料です。南陽には豊富な食料がある。これが我らの次の策です。よし、この件は長領殿の言う通りにしよう。だがまだよくわからん。スーシンよ、この池は阿房宮にも全く劣らぬ出来だな。お庭に池があれば、今後上昇のさらなる幸福につながると思いまして、私も力を尽くしたのです。こうまで尽くされると、もしもこの先そなたがいなくなったら不便になるな。そんな、一生上昇にお仕えしとうございます。お、かかったか。お、かかった、かかったぞ。来ました、釣れましたね。お見事です、大層大きな。ん、上昇、申し訳ございません。上昇、私が不器用なばかりにこんなことに、どうかお許し。構わぬ、立て。ありがとうございます、感謝いたします。上昇、通信何でしょう。確かそなたと約束したな。
池が完成したら望みを叶えてやると。こうして池が完成した。しかも素晴らしい出来栄えだ。すっかりそのことを忘れておった。なんとまあ、この私も年老いたものだな。いいえ、とんでもありません。今になって急に思い出した。通信、この場で申すがよい。上将、私に望みなどただの一つもございません。私は上将のために死ねればそれで本望なのでございます。この世に生きていれば何かを望むものだろう。上将、望みはありませんが、ただ一つ申し上げるなら、私が現在上将より見張りを仰せつかっている神義様の件で。続けよ。はい、上将。賊の討伐が始まって以来、世間では不信の声が上がっています。例えば上将が状況を隠しているとか、討伐の情報が疑わしいというような声です。少将軍が前線において祖軍の考慮を討ち取ったというのに。そんな中傷がこのまま続けば上将に不利な状況になるのではと心配しています。そこでこうしてはいかがでしょう。少将軍を咸陽に呼び戻して祝勝の宴を催すのです。そして少将軍と神義様の婚礼の儀も同時に執り行うのです。名目は宴ですが、本当の狙いは朝廷内部の討伐に対する懸念を取り除き疑いを晴らすことです。あれこれ邪推する声をこうして封じてしまえばよいのではと考えたのですが、いかがでしょうか。こうすれば少将軍と神義様は上将に大いに感謝します。そうなればおそらく逆賊を討伐した後ことを進めやすくなりましょう。上将、これは上将のためを思い申し上げたのです。どうかお気を悪くなさいませぬように。なかなか良い考えだ。だがあの将官が戻りたがるか。上将、陛下のご命令だといえば少将軍も逆らえるはずがございません。上将、少将軍が咸陽に戻って祝勝の宴に出席すれば、少将軍や諸将は今後上将の恩恵にいつまでも感謝を示すことになります。それこそが寛容なのです。そのことによってますます上将の権威が高まるのです。有益なことです。上将、どうかご検討を。そなたは本当によく気が利くな、スーシン。上将、何でしょう。ではそなたに従おう。桶の魚はそなたが持ち帰るがよい。私からのねぎらいの印だ。ありがとうございます。恐れ入ります。寛陽で種まきだ、種まきだ。え？寛陽で種まきだ、種まきだ。このところ毎晩ずっとこの舞と調べだが、種まきだ。聞けば聞くほど味が出てくる。シエは本当に病か、それとも古外のように演技なのか。今はあのようなものが増えるばかりだ。このご時世、真実を見抜くのは難しい。種まき。
しっかりと見張れ。一歩も離れるでないぞ。何かあればすぐ私に知らせよ。かしこまりました。神義様、少将軍が時期お戻りだというのに嬉しくないのですか？少将軍が知っているの。咸陽に戻れば長江の暗殺に手を貸すことになるということを。神義様はまだ将軍に文を書いていないのですね。文を偽造しなかったの？そのご相談に伺ったのです。私は神義様の身に乗って考えてみました。よろしいですか？少将軍が命を受けお戻りになった気に大事をなせば、少将軍と神義様にも助かる望みが生まれます。それが唯一助かる道です。ですから私としては神義様が暗殺に反対せずに自ら勇気を持って手を下すと信じていました。それなのに神義様は。少将軍の気性を知っているのに、忠誠心の強い将軍に謀反の汚名を着せようというの？長江に殺されるより残酷だわ。神義様、少将軍がそれを言うならわかります。なぜ神義様がこれほど頑なに拒むのですか？考えたことはありますか？人は命を落とせばそこでおしまいです。ましてや長江に殺されたら、少将軍と神義様にはいくらでも罪状を付け加えることができるのですよ。そうなってしまっては少将軍の名誉が保てません。やむを得ないことなのです。正直に申し上げます。忠臣に謀反を強いることはこの世で最も悲しいことです。ですが今の秦国ではそれも仕方のないこと。神義様と少将軍には私と組む以外に他の道はもはや残されていません。ですから神義様、ご承諾をお願いいたします。今回の宴で長江を暗殺し、大業をなす機会を得れば昼夜問わず持てる力を振り絞り国事に尽くします。他はともかく、まさかあの郊外に私が及ばないということはないでしょう。でもあなたは宦官よ。宦官が皇帝になるなど滑稽でしょうが、神義様はご存じない。この天下では有名無名にかかわらず、あらゆる身分の者が皆皇帝になりたがっているのです。神義様、受け入れがたいお気持ちは私もよくわかっておりますが、秦国のため、そしてこの崇祯の誠意に免じて、少将軍に宴で長江を暗殺するよう何とかお願いしていただけませんでしょうか。姫様、私たちが懸命に今日まで苦労してきたのは少将軍を救うためです。こうなったらそうするより他にないのでは。そうね、引き受けます。神義様、こちらに渡して最速の文を。恐れ入ります。ご覧ください。神義様、何を。姫様。神義様、どうかお怒りをお鎮めください。どうかお怒りをお鎮めください。お聞きください。神義様、恐れながら最後に一言申し上げます。私のこととは関係なく、暗殺はやり遂げねばならないのです。私が死ぬのは長江には有益でも、少将軍にとっては無益なことです。神義様、今の話をどうぞよくお考えくださいますようお願い申し上げます。
いいわ。わかりました。神儀様、やはり聡明なお方です。地獄金殿。少将軍、全員遠くへ離れていろ。地獄金殿。少将軍、留守を頼んだはずだが、なぜここへ来た？大軍を率いて追ってきました。兵たちは十里向こうの山の中に駐屯しています。一体何をする気だ？少将軍には謀反の罪を背負うことはできぬでしょう。しかし私にはできます。少将軍、私は当初咸陽を出発する際、ただ保身に徹して生還だけを願っていました。ですが今日咸陽に戻り、重罪を犯すことに決めました。少将軍と神儀様、そして秦国のために。少将軍、私は本気です。兵の動員に際し、あなたの兵符を盗みました。覚悟の上です。何？本気で謀反を起こす気か？私には憂いはありません。己の利益のための謀反ではありません。私はすでに重罪人です。軍法を犯しました。長江を殺すという願いを遂げられぬというのであれば、この場で私を罪に問い処罰してください。たとえこの先誰が天下を取ることになろうと、今すべきことをします。少将軍、どうか。地獄金殿、私は一介の武人だが、古い考えにはとらわれてはいない。忠義と不忠の区別はできるぞ。少将軍、私は主力部隊を引き咸陽郊外で待機しています。宮中でことが起きたらすぐに駆けつけます。どう？党上昇に拝謁いたします。少将軍、陛下は本日体調が悪いため、秦国で第一の後進である少将軍の出迎えを私に命じられた。上昇の過分のお言葉恐縮です。少将軍が統一で国のために戦っておられる間、私は咸陽で高いびきだった。とはいえ、いつでもそなたのことは気にかけておったぞ。少将軍は逆賊の公領を討ち取り、大手柄を立てたので、すぐ陛下に褒章を求め、婚儀の件を申し出た。私からの心ばかりの祝いだ。上昇のご厚情は生涯忘れませぬ。久しぶりの再会なのだから、こんなところで立ち話はやめて、そろそろ宮中の方へ参るとしよう。あっ、おや、うん、友の兵はそれだけなのか？実は軍務の方が忙しく、大多数の将は軍営に置いてきました。まあそれもそうだな。少将軍は戦のことが気がかりだろう。婚儀は明日行う。それが済めばすぐに戦地へ戻るがよい。
少々君。国は未だ安定しておらん。すべて簡略に済ませます。ご夫婦のお邪魔はいたしませんよ。私は失礼します。お気をつけて。姫、寛陽は昨夜一晩中雨だったとか。ええ、昨夜の雨は格別に長く、一晩中雨音を聞いていました。姫にはお待たせして辛い思いをさせました。本当に辛かった。でもまた会えました。よし、俺の腕前を見せてやるぞ。連れ出して鞭打ちにしろ。はあ、立て、行くぞ。上昇、お助けを。早くしろ。さっさと歩け。行くぞ。助けを。はい。兄上、一体何なんだ。ちょうど月が回ってきてたのに。虚勢もせず宮中に入らせたのは、こんな風に毎日酒を飲み賭け事をさせるためではないぞ。まったくこのろくでなしめ。あの件は抜かりないか。私を宮中に入れたのは無駄ではない。いざとなれば身内が頼りです。どうなのだ、答えろ。数字のことはほぼ調べ上げました。やはり明日の宴で動きます。手配の方はどうなっている？大丈夫、完璧です。咸陽には500人の兵を配置しました。円楽の大軍もいつでも駆けつけます。通信のやつが謀反の首謀者と言ってよいだろう。ん？だがやつは私が何も知らぬと思っておる。やつは行為の簒奪がそんな簡単だと思っているのか。数神など怖くありません。張り合えるわけがない。古田抜きの兄上に。そうだ、せっかくだから人遊びしていきませんか。サイコロなら宮中に入り何年もやってきた。私にかなうものか。そうです、そうです。明日宴の時、私明日の宴は私たちの懇儀です。どうか
笑顔でいてください。今日相談したことは絶対に忘れるでないぞ。分かったな、うん、それから各自武器を点検し抜かりのないように。大丈夫、全て手配済みだ。守りについている宦官でさえこちらの味方だから安心せよ。所持品改めも全て難なく通れる。良いな。全部で5人いる。つまり機会は5度あるということだ。長江の暗殺が成功すれば将官がすぐに郊外にいる兵を呼び寄せ咸陽を包囲する。ならば成功したも同然、対局も定まろう。よいか、決して忘れるでない。もう一度言うが、最初に長江が将官に酒を捧げた時がその合図だぞ。はい、はい。口に入れたら一瞬で絶命する。失敗して捕らえられたら何の迷いもなく自害します。どうか天のご加護。为爱而生，为。